今夜の洗濯天気予報をお伝えします。まずは天気の分布予想からご覧ください。18時から時間を進めて見ていきます。オレンジ色が快晴や晴れ、グレーが曇りのエリアとなっておりますが、だんだんと東北のエリアでは濃いグレーの部分が広がっていくことが分かります。また南西諸島も梅雨前線の影響で雨や曇りのお天気が続いていきそうです。では改めてアイコンでも見ていきましょう。こちら見ていくと仙台や那覇では心配というアイコンになっております。ただその他のエリアでは OK となりそうです。ぜひ今夜洗濯物外干ししてみてください。以上、洗濯天気予報でした。